背中触るとほらだいぶ柔らかくなってるの分かりますか、なんか、うん、柔らかくなってるんですね、はい、この辺もだいぶ柔らかくなってるんですけど、はい、ということは、はい、あの足の疲れから結構上がってきてたねっていう感じなんですね、うん、もうちょっと下下げましょう、はい、それぐらい、はい、ありがとうございます。まだちょっとこの辺硬いので、はい、これをね今から指で緩めていきますよ、はい、こんな感じで、はい、キュッキュッっていうのはそんだけね踏ん張ってるからですね。なるほど。実は足をやってる時よりも力が強いんですね。はい。うん、ここ硬いね。なんか対人関係のストレス。やっぱりそうですか。はい。職場。わかんない。でもそうですよね。仕事か家族かですわ、うん、家族はね、はい、もう今ちょっと一緒に住んでないので、あ、一人暮らしですね、はい、気楽ですよね、うん、そうなんですよ、まあ職場でしかないですね、職場ですね、じゃあね、ねえ、まあ、かなり気使ってる感じは、あ、お疲れ様でございます。そういう仕事を選んでる以上仕方ないですよね。まあね、ねえ、まあいろんな方いらっしゃるし、いろんな方おられますね。本当いろんな方おられますよね。いますよね。わかりますよ。本当いろんな方いる。そう。あ、ちょっとそうですよね。はい。一言で言い表せないような。そうですよね。まずそれ引っ込めて。はい。楽しいの、楽しいんです。そう、うん。考え方変えればだって。カードゲームをやってる、うん、SS レアキャラばっかり揃ってるんですかね。楽しいしかないですよね。そうですよね。ワクワクする。ワクワクしますよね。今日はどんな攻撃が出るんだろうみたいな。うん、ハラハラドキドキ。ハラハラドキドキして。まあ、そんなかでも、はい、ね、はい、いい人は。そうそう、いい人おられますからね。うん、なんかそういう方を見た後に、なんかそういう、なんか、なんかすごいキャラの方の反応を見ると、おぉーみたいなね。すごい言葉選んでますけど、ね、本当ですね。だってね、全部塩味の料理だって美味しくないじゃないですか。やっぱりスパイスがないと。そうですよね。そう。ねえ。あれですよ、なんか、あっさりしたものばっかり食べてたら。そうそう。ねえ。あの刺激物なんか食べれなくなっちゃいますから。まあなんか、そうですよね、毎日おかゆばっかり食べてたら、なんかたまになんか美味しいもの食べたくなるじゃないですか。何このなんか刺激でも、もう一気にもう一切れでいいわとかね、うん、でもそんな感じですよね、ね、毎日カレーライスばっかり食えるかっちゅうにね。そうっぽいですよね。ね、うん、お、今日はカツカレーなんだみたいな。そう考えると人生楽しくいけますね。楽しいですよね。はい。ね。私の考え方は基本的にそんな感覚で考えてます。うん、いいですね。面白いみたいな。うん、そういう風に考えれば何でも楽しく、あ、そうですね、次どうしようかなとか。こことの関係性切れないんだったらどういうことしようかなとか考えると ね、ワクワクしてきますよね。うん。うん、足が一番痛いです。そうなんです、うん。でも背中からやると背中が痛いんですよ、うん、結構。あ、なるほど。なので足から緩めて背中が緩んでやった方がうちでは効率的だなっていう、うんうん、今の現時点の結果ね、うんうん。また何年かしたら変わってるかもしれませんけうん。
いやもう。まあまあ80歳までこれやりますけど、うん、通用しできる80歳ですよ。そうそうそう、やりますよ。このままいけばできるもんね。うん、いけますね。はい、うん、今の70代でも元気な人多いからね。そうですね、はい、なんかボケたふりしてね、ちょっと出したのかなと。ああ、いいですね。うん、そこめっちゃ痛いですね。めっちゃいいね。うん、さっきポコポコ音鳴ってたでしょ、はいはい、ね、限界まで我慢されてる証拠なんですね。あ、そうですか。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。もう生きててよかったです。あ、でも、あの治療友達にはこの前飲んで喋ってて、うん、お前、あんな方向行くかみたいな。そんな感じだったね。そうそうそう、まあ、でもいいんじゃね、食えてんならみたいな、うんうん、でしょつって、ね、そうそう、これでいいんですよ。道外れたらいいですけど、道外れるギリギリ一歩手前ぐらいがちょうどいいんですよ。うん、まあ確かに、うん、おお、万人受けしない方がね、万人受けするんですよ。なんか、でもあれですよね、結構なんか空いてくれる人ね、はい、出てきますよね。出てきます、出てきます。あ、なんかみんなに好かれるなんて絶対ないんですよ。無理無理無理。私なんか自分が嫌いなものにそれってね。はい。そんな嫌いな人を私嫌いって言うの。気持ちいいですね。あなたのこと嫌いって言う。うん。上沼恵美子みたいにね、ズバッと言った方がいいじゃないですか。確かに。うん。なんかね、そんなに何も感じないです、はい、何も感じないということは、うん、冷凍庫の中のお肉だということなんですね。わかりました。カチカチなんですね。カチカチなんですよ、うんうん、まあまあ力入ってますからね、うんうんうん、ということはよっぽど何年ものの冷凍庫に入ってたお肉ですかっていうふうなクエスチョンマークがつくわけでございます。あれですね、冷凍庫整理整理の奥の方に入ってたってことですよね。そうそうそう。でもなかなかあれ整理しにくいんですよね。忘れてるもんに出てきますからね。そう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 。私も冷蔵庫持ってないんですけど。あ、ないですか。はいはい、あの物全部捨てちゃったんですけど、うんうん、その捨てる最終日まで5年もののカレーが眠ってた、うん、だってチャレンジして食べてみてもよかったね。いやー、ちょっと勇気なかったですね。あ、そこはないんですね。そういう食の冒険は怖い。もう一応凍ってるから大丈夫と思います。ですけどね、うんうん、おお、うん、ついたね。おお、私だってあの SM 系が大好きだっていう S ですよっていうぐらいですからすごい、ね、なんかやっぱり S の人って分かるんでしょうね。分かります ね、違う空気感あるもん、やっぱり。うん、
人がね、はい、大体私のこと分かれへん人が S やと思いはるんですよ。ああーじゃないでしょうね。違うでしょう。ガチですね。何の言い方が分かんないから、なんか多分そういう風に、はい、ああそうですね、勘違いされるんでしょうけどね、うん。